です。はい。最近ですね、あまりこう、なんだろうな、動画を撮る時間もなかなか撮れなくて、うん。撮れる時にね、たくさん撮っておこうかなと思って、今、撮りためてはいるんですけど、実際撮るとなると、撮影するとなると、あれ何の動画撮るんだっけみたいな感じだってね、うん。いろいろこう、あるはあるんですけど、もっとね、音楽のこともやりたいなとかって思ってたこともあるんですけど、いろいろね、準備ができてなかったりとかして、うん、いるんで、ずっとね、前に話をしてた、ライブでお話したんですけど、チラシ。うん。ライブの時にね、探せなくて、ないな、みたいな感じで言ってたやつを発見したんで、ちょっとそれをね、紹介したいと思います。まあほんとね、前にも話した、その時にも話したんですけど、ね、誰かに、譲ってもいいんですけど、それをね、またまあ、なんかの機会のために、もしそんな機会があれば全然お譲りするんですけど、その時までに綺麗に撮っておこうかなと思って今、うん、何を持ってるかっていうことをね、紹介したいと思います。オセ君が僕のね、今度ね、今週会うんですよ。今週銀河マン君が東京に来るんですよ、九州から。で、3人で会います。いろいろね、またくっちゃべる動画を撮れればいいなと思ってね、いますけど。このオセ君が僕にくれたチラシのお話をしてたんですけど、チラシが見つからなくて、うん。途中で終わっちゃったんですよ。だからね、そのチラシが見つかったんで、ちょっと紹介したいと思います。はい。まずですね、これです。すごい綺麗に撮ってあるんです。もうね、めちゃめちゃ綺麗に撮ってます。わざわざね、三浦春馬くんの出てる作品だけ僕にくれたんですよ。うん。そう、これ。ね。アイネクライネのハートムチーク。ですね。チラシなんですけど、これちゃんとね、こう、見開きタイプになってて、うん。裏にもちゃんとね、書いてる。こんなにすごいチラシだったんだと思ってね。うん。こうやってチラシで見るとまたいいもんですね。パンフよりも情報量は全然少ないんですけど、なんかね、チラシってなかなか、うん。パンフはまた、後々手に入れることです。できるんですけど、チラシって多分なかなか手に入んないのかなと思って、うん、こういうのもね、ちゃんと撮っとくとやっぱり後から見ると思い出深いんですけどね。え、オセ君はもうなんかいろいろ、他にもいろいろあったんだけど処分しようとしてますけどね。、うん、はい、もう一つこれですね、東京公演。これもすごい状態いいです。めちゃくちゃいいです。うん。ああ、こういうチラシだったんだと思ってね。まさかね、オセ君もね、このチラシ、多分この映画とか見てないと思うんですよ、オセ君は。だけど、奥さんは多分見てると思うんですけど、オセ君自身は見てなくて、まさかね、これは僕の手元に来るとはね、
すごいなんか思わないでこう映画館でこう抜き取ったんでしょうから、そのチラシが僕のところに来るというね、うん、すごいなんかこう運命を感じますね。なんかちょっとこうロマンチックな感じがします。はい、もう一つ、こんな夜更けにバナナ買いね、こういう感じです。うん、これはね、ちょっとね、ちょっと弱々しいチラシです。なんかこう、東京公演とかね、なんかこう、すごいなんか、こうなんだろう、重量感あるんですよ。なんかこう、紙質もね、ちょっと厚い感じがして。で、アイネクライエネなんてね、見開き付きでしょ？うん。こんな洋服にバナナ買いは、なんかすごいちょっと、ペラペラで、ちょっと弱々しい感じ。うん。うん。ね、まあ。嬉しいですよ、こういうのもあってね。でラスト、君に届け、うん、こんな感じですね。これはやっぱりいいですよね。うん、何回もこう見てる絵ですけど、とてもこういいですね。うん、こうやってこう見直すとまた味があるもんですね。うん。蓮佛美沙子ちゃんも出てるし、うん。これ、夏菜とかも出てますよね。うん。まあ、桐谷美玲とか。ね、この辺がまたこう、見返すと、うん、手軽に見返せるっていうのはいいですよね、チラシね。僕もあとチラシ、またなんかこう集めてみるのもいいかな。僕もね、昔のやつ何枚かあるんです、まだ。いろんな他の自分で撮ってきたやつとかまだ撮っといてあるやつがあって。まあ、春馬くんじゃないですよ。うん。でもそれをね、たまにね、見たりすると、あ、いいもんだなっていう感じします。うん。ちゃんとね、これこう、ビニールに入れて、で、こう、シワがつかないようにですね、このね、図録にこう挟んでおこうかなと思って。そしたらもう完璧じゃないですか。図録のね、たまたま今開いたところが、愛之助さんのページですけど、愛之助さんのページのところに挟んでおこう。うん、これでね、シワにならない。ので、はい。まあね、ライブの時に話したチラシの紹介でした。はい。で、まあ、あと他に、三浦春馬くんの、まあ、トレーディングカードみたいなね、DVD についてきたカードとかが何枚かあったりとか、うん、付録が何枚かあるし、あと、何があったかな？うん。まあ、なんかあるんですよ。そういったものもね、いずれ、まあ、プレゼントしてもいいかなと思ってます。はい。はい、以上になります。ありがとうございました。